はいどうも赤星瀬尾赤星瀬尾テレビ今回はですね、はい、ゴールデンタイガーさんゴールデンタイガーさんはい埼玉県熊谷市にある熊谷はい、うん、失礼ございますが、内容を見ていくとこちらですね、うん熊谷からですね、徒歩6分のところにありまして、うん駐車場などないんで、周りのタイムズなどを使ってくださいなるほどはい車で行った人はねで、うん、二郎系のお店ではないんですがそうなんですねどうしてもね、うん、食べたいがということで食べたいがシリーズはいはてさてトライしたいということですねあらあら行ってみますねで、うん、店内がね、うん、あんま映らないんだけど、うん、すごくおしゃれだったりしてブランディング力が僕はすごく見習いたいなと思って、まあ、カウンターにも書いてるそう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 、非常にインスタ映えなんかもしちゃったりしてあそうなのお店の中にそうなんですよでですね、メニュー、うん、ゴールデンつけ麺、タイガーつけ麺、トマトつけ麺、うん、TKM という、卵かけ麺というのがね、すごい有名なんですよ。へぇー。なんですが、私が選んだのは、こちらの、タイガーつけ麺ということで、ね。タイガーつけ麺。こちらには背脂がいっぱい入ってるということで、なぜこれを選んだかというのは、後ほどちょっとずつ触れて。なるほど。はい。はい、こんなものが、登場いたします。さあ、出ましたね。麺 500g にしてまして、うん生卵を、こちらダブルで入れてるんですが、トッピングを、あ、そうです、そうです、100円で、追加しておりますよ。で、ゴールデンタイガーさんといえばこの卵なんですよ。ほうこの卵がですね、強力な、特別な卵でして、はあはあ、これを卵かけ麺として食べる人がいるので、僕はつけ麺でいきます。なるほど。はい。で、でね、これなんですよ、ね。これ。なるほど。タイガーにするとですね、こちらのもう背脂たっぷり麺、これが食いたかったんですね、今回ね。つけ麺の汁とは思えん。ね、これつけ麺ですよね。で、他にはですね、これレモンが入ってたり、野菜がちょっとだけあったりね、あと豚とネギが汁の方に、まあ、入ってたりします。なるほど。ちょっとずつ見ていきます。さあ、はい。ますということですね。さあ、見てください。いや、すごいこれですね。タイガーつけ麺とゴールデンつけ麺がありまして、タイガーの方がこのように超コテコテなんですね。重そう。なんかわかんない。ああ、なんかドップッという感じがしますね。ゴールデンだともう少し背脂は少なめになってくるということですね。なるほど。はい。で、こちら非常に濃い塩。ちょっとお出汁が効いてるような感じかな。まあ、漬け汁ですもんね。そう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 。まあ、それを背脂で包んでくれて、いい反応をしてくれてるんですね。さあ、お野菜ですね。これはまあ、重慶じゃないんで、もやしは入ってないんですが、なんかね、これただ茹でたというか、オムニ野菜みたいな、ちょっとこう、しなやかな、調理されてる感があって、すごくうまい。甘みがね、あって。そうなんですよ。キャベツの良さを生かしまくり。本当に、セアブルと絡めて食べてください。さあ、隠れていた厚豚です、ね。これがギュチッとタイプ、もちろんのね、タイガー豚ですよ、これ。タイガー豚タイガー豚よ、もうキメラがキメラ、まあね、もう人かも猫かも美味しく食べれるでしょう、ね、あ、おーい、おいしょい、ねえ上から2号300、400、600、800、タイガー盛りで1キロね。ガチめのつるしこ麺でございますね。ガチつる、あ、ガチしこ。弾力素晴らしいということで、僕今回 500g にしてるんですが、いきますね、これ食券の券売機の中にはないんですね。あ、なるほど。そう、だからまあ申告して50円プラスをしたという感じです。なるほど。プラス50円プラス。まあ、塩、背脂ということで、非常に美味しい麺としていただきます。あ、そして出ました、スリム豚。あ、ね、そんなもんあるんですね。あります。2種類入ってるんですね。こっちは油が輝いてるんで、これもゴールデン豚です。あ、これがゴールデン豚。これはゴールデン豚。黄金豚みたいな、あるけどね。まあ、確かに。じゃあ、生卵。うわ、すごい。赤身ですよ、これ。本当に。もう黄身じゃないです。赤身です。赤身。はい。金だの赤だの。黄色だも出てきますけど、今日はね画面はすごい赤いな食ってるやつ赤いし、まあ、ダイレクトにまずは濃さを、ね、味わってほしいもうねカスタードソースみたいなはトロ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 っとしてるんですね深いね甘みが特徴これはもうなるほど生卵好きだったらもうこれ頼まずに帰ったらもうほんとね常に生卵って感じですね沼卵沼卵沼卵はいはいはいそこへレモンをねこうかけて途中でね、かけてねしつこく絞り切って ね、ビーズのジュースじゃないけども完全に絞り切ってください。思い出せない。え、ごめんなさい。まあ20年前の歌ですからね。もうね、ほとんどの油が一口入ってね、リフレッシュ効果すごいです。うんうん、はい。
ちゃってますね。トントンしないで。店員さんがちょうど。よしよしよしって言ってが、めちゃくちゃ刺激的だったんですけども、美味しいは美味しいです。まあまあね、はい。完全に入れすぎたですが、美味しかった。ね、そもそもスープ塩なんで、うん、塩コショウという組み合わせ自体がまあ美味しいんですね。まあそうですよね。ね。さあそしてお水情報来ました。あ、なんと今回左側に映ってますよね。あれは、ね、水、右側がレモン水ということで、うん、まあ、僕はレモン水さっぱりしたのがおすすめです。うん、はい。これでばお酢もあります。はい。でこちらのお酢、うん、優しめではございません、うん、かなり強力な酸っぱさだったんで、なるほど、入れすぎ注意ということで、酸っぱレベルは酸っぱレベル、あー酸っぱ、お酢の酸っぱレベルやるにはまだ僕のね口がね、あ、なるほど、お酢の選定に弱いんで、まあ、ソムリエとかもありますから、ね、ありますから、うん、でお酢黄色いんでね、これ入れたら結局ゴールデンつけ麺になっちゃうんじゃないかなみたいな、なるほどね、ということで完食です。ごっさんでーす。器に絵も描いてたんですね。そうなんですよ、特別なタイガーキャラもいて、マシマシレベルは 85.833 ということで、まあ、量的にはね野菜とか乗ってないんで、まあペロッといけちゃうかなって思いますね。色気じゃなくて85も取れるんですね、やっぱ、ね、あ、気づいちゃいました。あ、気づいちゃいました。色気じゃなくて、はい、なんと店員さん、かの有名な二郎系のお店とちょっと関わりあったみたいでして、こういった背脂出してくるっていうのもですね、あの伊達じゃないような修行を積んでらってるんですよ。なるほど、はい、なんか今日下回んないですね僕、しょうがないですねこれはもう。いや、しょうがないですね、ずっと家にいるとこんなことになりますけどあのね、でもこのお店僕びっくりしたんだけど、はい、もうあの各界からね、各界からね、有名な方が結構訪れてて、あだちゆみさんとか、意外な人が、ま、なぜ、そう、中条あやみさんとか、あ、女優が続きますね。そうなんですよ、とか来てます。おい、あ、女優界だけですかね。女優界からでしたね。芸能界だけからだったか、各界がなんかもっとねあるかと思ったら、いや、あとはまあ YouTube 界からもいっぱい、あ、ね、いっぱい行ってますし、あ、あのタイガーつけ麺いただきましたが、卵かけ麺も実際すごい人気で、皆さん食べてらっしゃるんで、そちらもねチャンスがあったらいつか食べて、気になりますね、ということでタイガーゴールデンタイガーさんでどうだし、ごっちそうすタイガー、はい。